もベテシでございます。皆さんお元気でございますか。相変わらずやっております。まあ今週1週間ね、まあなんか知らんけど体がだる重っていう、なんかあの某なんですね、健康飲料のコマーシャルみたいなことになってましてね、もう必死で家事と育児をこなす毎日って感じでしたけど、皆さんお元気ですかね。皆さんお仕事もされてる方も多いんでね、まあ30、40、50働き盛りですから、働いてる人はもう本当に働きまくっていいと思います。で、私みたいな病気の人間はちょっと乳がん後でもね、翌日から働き出してる方とかいらっしゃいますからね、すごいですよ。もう女の人ってやっぱりすごいなと思いますね。はい、というわけで、まあ今回ちょっとさらっと行こうかなと。東京の空に突入するまでに、あのエレカシのね、あの一回ね、エレファントカシマシの東京の空に突入するまでね、今週ちょっとね練習がねあまりできませんで、ほんとちょっとね、もうちょろちょろちょろって弾いて確認するぐらい、まああのなんかあっちこっちこうね、いろんなあの素材撮ってるんで、もうなんか頭がなんかバラバラになっちゃって、もうちょっと TikTok 用の素材も撮ってたりとか、なんだろうね、あの Twitter にも流してたりとか、まあインスタ用にも素材撮ってますんで、まあ今までねこすったやつですね。でね、どうしてもねそのエリカシのね、それから入ろうかと思ったんですけど、ちょっとね確認してね、あの絶対譜面があるはずなんで、まずあの譜面をですね、譜面じゃないわ、コード表を書くとこから始まるんで、私、まあ、これ今回やる曲、樋口愛さんの絵っていう曲がコード表ね、でコードが出たんで、あの U フレットでなかったんですよ。またあの10フィートと一緒で、まあ今の現在大阪でかかっていますテレビ東京の生きるとか死ぬとか父親とかっていうタイトルのドラマの主題歌です。N から N にしか持ち込まない。調べる樋口愛さんですね。カタカナで樋口愛さん。結構割と、ミュージシャンとして長いみたいで、全然知らなかったですけどね、やっぱりこのテレビドラマのタイアップってすごいですよね。知るから。樋口愛さんという人が知るし、ほんですごく素敵な曲なんでね、あのぜひともやりたいなとか思ってたんですけど、まあちょっと腕が足らないのと練習不足でどうなるかちょっとよくわかんないですけど、簡単そうなコードで原曲キーなんですけど、突然もうえぐいコードが入ってきて、あみたいな感じ で後半ちょっとまたちょっと上がるんでね、腸が上がりますんで、腸が上がるという意味だ、ちょっと上が緊張するんで、そうするとちょっとまた私の嫌いな成果がいっぱい出てくるって感じになっちゃうんで、最後どうなるか、もうほとんどザッツザッツって鳴らしてるだけなのかもしれませんが、まあそこら辺はまあ毎度のことなんで、お見知りおきください、お見知りおきじゃないわ、お許しくださいませ。でさ、前回ちょっと初稿でね、結構こう重い話をしたと思うんですけど、結構重い人生を生きてますので、多分これからまあちょっとね、目口の例の幼少時代の話とかもちょっとちょこちょこね、お話だけの回にしようかなと思うんですけど、まあとてもじゃないけども、小説みたいな話で、もう本当にまあざっくり言えば、なんだろう、生みの父親に捨てられた子供っていうか、まあおかんと一緒に捨てられたって感じの、まあ生い立ちですんで、ざっくり言いますとですね、それからシングルマザーでおかんとしてた、ものすごい頑張ってたっていうことなんですけどね、いろいろありましたし、病気っていうのもいろいろありましてね、いろんな病気になりましたしね、まあ今こうやって生きてるのが不思議なぐらいで、まあそれまあエレカシにちょっと感謝してるんですけど、その当時もそんなにね辛くないとかも増えてましたんでね、人間あの雨を予防できる屋根があったりとか、やっぱり住むところがちゃんとしてたりとか、あの面倒見てくれる人がおばあちゃんだったんですけど、おばあちゃんいてたりとか、もう食べるものに困らなかったんですよ、ちっちゃい頃から。本当にうちの母が頑張ってくれて、だからこうまあすく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 育ちすぎてね、まあ、ちょっと肥満体なんですけれどもね、まあそれはいいとして、やっぱりそれが最低限揃っていくと人間はやっぱり生きていけるかなって感じで、まあちょっとこの今回の樋口愛さんの絵なんですけど、そうですね、生きるとか死ぬとか父親とかっていうドラマはですね、吉田羊さんが主役で、まあジェーン・スーさん自身が随筆家でですね、随筆家って古いな、コピーライターとかいろいろやってらっしゃって、で文章家で
あきれいラジオとかもずっとやってたのジェーン・スーさんらしい、すごいもともと有名だったんですけど私全然知らなくて、その原作でお父さんとのね、あの葛藤を描いた作品で、お母様が割と早いうちに亡くなられててみたいな。でお父さんとはまあ現実にジェーン・スーさんはちょっとねもう本当に対立しちゃってダメだったらしいんですけど、まあ、このドラマの方では、まあ、あの吉田羊さんと国村茂さんですか、お父さん役が渋いですよね。もうでも、もう気まま勝手なお父さんで、もう浮気ばっかりしてお母さん泣かしてたから、娘とは折り合いが悪かったんだけど、お母さんが亡くなってもうちょっと一緒にこう面倒見なきゃいけないわけですよ。でお父さん収入ないから、あの宝石商でブイブイ言わせてたけど宝石商が潰れちゃってね、娘が稼いだお金で暮らしてるみたいな感じで、だからどうしてもこうなんかね、お金の関係で手放せないし、でも父親っていう存在に関するちょっと小さな憎しみが置き火としてあったりしてね、なんかそれがまあ最終回に向けて、ちょっともう今度最終もう終わったかな、最終回に向けてちょっと出てきちゃって、それまでお父さんに関してはもうね仕方がないなと思ってたんですけど、やっぱお母さんの苦労を思い当たるに、おもんぱかるにあたってですね、やっぱお父さんに対する憎しみが出てきたみたいで、そこら辺の葛藤とかもね、うまいこと書いててね、すごくね、あの今期のドラマで私としてはちょっとねナンバーワンだったんじゃないかなと、ね、今期っていうかまあ、 あの関西だから遅れてるんですけど、放映日がおそらく、はい、生きるとか死ぬとか父親とか、まああのパラビとかいろいろね、TVer だったらなんたらで、あの見逃し配信やってるんで、ぜひともね、あの我々の年代、特にね50代ぐらいの年代の人をね見てほしいな。特に、まあ、あの配偶者がいなくてもいてても、まあ、その吉田羊さんが演じてるあの、まあ、トッキーさんっていうそのドラマ内の人物はもう独り者で、あのパートナーとも結婚しなくて、DJ やってて、エッセイも書いててっていう方で設定されてますけどね、すっごくいいドラマ、そのしみじみとに来ますね。もう本当にそういう年代の女性の何生き方っていうのか、考え方、父親と娘ってね、どうもちょっとうまくいかないとこがあったりするでしょう。お母さんがいないと、まあお父さんと仲のいい娘さんもいっぱいいますけどね、まあちょっとね一見してほしいな、あの我々の年代の人は。はい、というわけで今回それの主題歌っていうか後テーマですね、主題歌は高橋くんがやってます、あのメガネの高橋くんね、あの子がやってるんですけど、そっちやビンとかなんか、この樋口愛さんの曲にもがっつり来ましたね。ぜひとも見てほしい。まあ、今期のドラマはね、ドラマニアの私としては非常に良くてですね、まあ、コントが始まるであるとか、あと何必死で見てたから、コントが始まるって言ったし、あでも思いつかないところがダメだわ私次までちょっと考えてください、何を思いついてるの。じゃあちょっと樋口愛さんの縁をちょっとね、縁かな縁にしかな、よくわかんないんだよ本当に、ね、縁だと思うんですけど、最初に緑って言ってたんですよ、ちょっと目がね、で行ってみたいと思います。諦めることを
でしたね。まあ縁側の縁とか言ってるんですけど、あのね、縁側がないよね、もうね、家というものにはもうすでに。戸建ての人あるかもしれない、マンションに縁側なんてあるし、ベランダですよね、ベランダ。はい、縁側って言っちゃうんですよ。ハンガーのことをね、エモンかけって言ってしまうんですよ、パッと。ちょっとそれそれって。で、最近すごく出てこないのがドライヤー。ドライヤーが出てこなくて、それほら、そのほら、ゴーってするやつとかね、髪の毛乾かすやつとかって、ドライヤーがどうしたのとか、もうちょっとね、来てますね、ちょっとだいぶ脳に。もう年でさね、まあ57ですから、まだでもボケるには早くな。でもうちの母も80過ぎても、それそれ、あれあれが多くなりましたね、やっぱりね。80までも70もバリバリ、しっかりしてます。記憶もでもまだしっかりしてますし、まあうちの母はボケることはないんじゃないかなと思ってますけど、ちょっと父が心配ね。父がボケそうな感じ、お酒毎日飲んでるから、まあ父だと今父ですけどね。まあ今父が私の父なんで、で昔私の捨てた父親は全然関係ないんでね、もうどうにかしなくなってますからね。今父が私の父ですけど、まあね、そんなこんなでちょっとね、お父さんに対する、ね、感情って娘ってね、あんまりよくわからないんですよ。私幼少期はもう父親といなかったので、だから次女とこうね、長女次女とうちの旦那を見てると、ああ親子感ってこういう感じかなって気持ちはしますね。なんか次女がとにかく最近お父さんと接することが多いので、まあ、会社に勤め出してお父さんに相談したりとか、なんかまあ年取ったらもうね、その次女が世話して、もういや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 経過しながらやってくる、いくんだろうなと思って。でまあうちの主人もあんまりドラマ見ないんですけど、このドラマめちゃくちゃ好きで、生きるとか死ぬとか父親とか、まあ本当にお父さんと吉田羊のね関係がすごくね良くて、もうぜひともちょっとドラマで見てほしいなと思います。ちょっとこの歌はやり直しますけど、もうちょっとね大きく間違えてるところがねボンとあるんで、もうとにかくします。もうそれをちょっと載せると思います。まあ生きるとか死ぬとか父親とかの主題歌というのはエンディングテーマである樋口愛さんの絵をやってみましたとさということです。まあちょっと東京の空に突入するまでのちょっとね、まあ肩慣らしっていうかね、ちょっともう全然何もできてないんで、ね、本当にこの1週間私は何をしていたらいいんで、もう本当大変なんですよ。いろんなことなんかしてるんだけど、もういろんなことやりすぎてダメね。いろんなこと手伸ばしすぎた、そして長く喋りすぎるし、というわけです。ですね、それでは、まあ、最後までご視聴いただいたから本当にありがとうございます。また気が向いたらチャンネル登録なんかもポチ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 っとしていただくと非常に嬉しい感じ。本当にね、チャンネル登録も今伸びてきまして、まあ嬉しいですね。そんなすごい稼ぐっていうことじゃないんですけど、やっぱり嬉しいものでございます。それと見ていただけると非常に最近ちょっと回数がね、まあ宮本ひろじさんのエレカシの分ばっかり回数上がってるんですよ。他もちょっとじわじわ上がってきたんで、まあ、他のシナリモちゃんの曲やってたりとか、結構私1曲はセレクトしてやってるつもりなんです。だからまあお知らせしたい、こんな曲があるのっていうつもりでご紹介みたいな感じでやってますけど、私入り口で例えば10フィートさん聴くとかね、例えば樋口愛さんこれいいから聴こうかなとかね、思っていただければそれがね一番よろしいのかなと思ってるんですよ。私の歌を運用のどうこうじゃなくてね、まあそういうことでございます。それではですね、めぐみちでございました。また次の曲でお会いいたしましょう。また次は